タイの若者に大人気、バンコク観光でおすすめしたい水上マーケットを調査して。せーの、サワディーカー。クラマキです。クラの好みです。さあ、今日はですね、 MRT バンパー駅から徒歩10分ぐらいのところにある水上マーケットにやってきました。なんていう名前だったか覚えてる？タランタ。これ何回聞いてもね、覚えられないの。実はここ、あの前回貸切ボードの旅に来た時に立ち寄った場所で、いやすごく面白いなと思って、またちょっとゆっくり来たいなと思ってたので、今回やってきました。このみちゃんはタイ料理は好き？好きです。お、してアーティスト的なことは？画力とかないんだけど、うんうん、まあちょっとやってみます。おお、嫌いじゃない。ということで、ぴったりの場所、じゃあ行きましょう。はい、無理やりだけど。あ、見て見て、ほら、木がむき出しの状態である。なんかああいう木って切っちゃダメらしいですね。なんでなんで？神様が宿ってるとかいうので、うん、そうなんだ。ミキさんがですね、違う動画でちゃんと説明してくれてて、ね、ちゃんと見ます。ぜひ見てください。はい、ボートのツアー、ここから出発してボートに乗って、あの水上マーケットを楽しむこともできるらしいです。このボートツアーはここを出発してワットパクナムまで行って戻ってくる40分のボートツアーで、10人乗りのボートが1000バーツ。あ、すごい、お得だな。じゃあ10人乗れば100バーツ、1人400円ぐらいで楽しめる。あ、安い。そう考えると安い。平日なのに観光の方多いですね。めちゃくちゃ人いますね。だって今日何曜日だっけ？水曜日です。そうだ、週の真ん中なのにさ、すごい賑わってます、ね、あのタイ人もいるし、観光客、外国の人もいっぱいいるよね。じゃあここ入ってみようか。レストランも、ね、ご飯食べる。すごいいい、なんかね、川沿いにあるレストランって感じ、めっちゃ雰囲気がある。え、これ知ってる？魚の餌。正解。これ魚の餌なんだよ、なんか前声にあげてます。そう動画でね、これあの前あのナマズ、ね、にこう配ったんだけど、最初見た時これなんか子供のお菓子かと思って、お菓子かと思ってでしょ。見て、ここからが今絵があるんだけど、アーティストビレッジのエリアになっていて、アーティストさんがたくさんね、いるお店がたくさん。ちょっとおしゃれな雰囲気になってきましたね。ねー、こうなんかこう古き良き雰囲気も残しつつ、こう今風のおしゃれもあり、アーティストメイク、モンクって書いてあるのかな。なんかこのさ、床とかさ、この階段とかもさ、絵が描いてあってすごいおしゃれだよね。これ見て見て、すごいよ。ナマズの大群。うぎゃー。なんか大きなオタマジャクシみたい。上もあるんだ。見て、この雰囲気すごい可愛くない？おしゃれ。おしゃれ。これインスタ映えスポットじゃない？これね。ここら辺でも本当人多いですね。すごい、見て見て。すごい。満席。今日水曜日ですけど。なんかここでは、あのお茶をしながらアクセサリーを作ったりとか、絵を描いたりとか、あとはね、携帯ストラップを作ったりもできるらしい。今流行ってますよね。あ、そうなの？流行ってます、流行ってます。知らなかった。若い子の間にストラップ。こんにちは。こんにちは。ここはどうやって知ったの？無茶国でやない。เคยเห็นเพื่อนมาค่ะแล้วก็ไปตามเพื่อนมาค่ะก็แล้วนี่เราทำอะไรอยู่ですか今ลอยกันไป色が可愛いならつわいなか結構流行ってるのかな、こうあの学生さんの間で。そうですね。これはじゃあ今人気の注目のスポーツなんだね。こんにちは。入るかな。Oh, now, what are you doing now? You can see here, this is... Oh!
Yeah, for anyone watching, people here generally do better than this. It's so beautiful car. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. お金払った後、この黄色の紙に、小さい紙をもらえます。これでいいの？これがチケット？チケットみたいな。これでいいんだ。はい、あっちに紐をもらえます。ここかな？紐は。ヌンソン。ヌンソンって二つください。ヌンソンって二って意味。私タイ語喋れないの。チケットを渡すと、このブレスレットを作るための紐と石を入れるケースかな、ね、入れ物をもらいました。これ、どこからでも選んでいいの？ケハ、アンニー、どれでもいいんだ。何色がいいかな。あ、また違う色合いがあるんだね。あ、選んできました。個性が出るね、うん、夏っぽいね、涼しい感じじゃない、このみちゃんの青っぽく、なんか涼しい夏の感じで選んでみました。綺麗。私はなんかこのビーズが可愛かったからタイっぽいなと思って。独特ですよね、ユニーク、ね、このみちゃん器用？器用じゃないです、目悪いんですよ、ね、そんな目悪いの？そこ？そこ？いいね、このさ、外のさ、ね、この雰囲気の中でさ、日本にないですよね。ねえ、こういうアクティビティをするってすごい素敵だよね。上の階も素敵。ね、ここに2階もあるんだよ。みんな思い思いにカフェでお茶を飲みながらこういった作品作りをしてるっていう、まさにアーティストビレッジって感じだよね。どこからに行けばね、雰囲気変わるよね。多分ほぼ完成できました。どう？できました。さあ、これをスタッフさんに渡して、うんうん、あ、最後の仕上げはスタッフさんがやってくれるんだ。そうです。さあ、ここまで完成したらお店の人に頼みに行きまーす。私の旗、ポップンカー、個性出るね、これね、面白いね、かわいい、ナーラッカーポップンカー、お店の方もね、はい、すごいかわいい。いや、楽しかったね。なんかちょっとおしゃれじゃない？いい感じ？見てみて、多分画廊ギャラリーみたいな感じになってて、すごい、なんかこう独特なさ、色使いが綺麗じゃない？サーディカー。この方が描いてる絵ですかね。あ、ベサーはヒヒヤ、ロータンポリー、エンベルパー。あ、全部自分で、すごい、あ、これ似顔絵？ペンローサムがラファ全部描きます。あ、これだけじゃなくて、これもですか？全部？こっちは違う。これも？シーセコピー40年間。すごい、40年間も絵を描いてる。もうじゃすごいプロフェッショナルな方なんだ。すごいか、すごいさ。伝わったかな。ここレストランかな。あ、レストラン、ね、レストランかな。ここにお二人はお腹減ってきました。 Yes! チャイチャイチャイユーカー。なんかですね、この市場、うん、この周辺でクイッティアが美味しいお店があるらしいんですよ。クイッティアが美味しいお店、クイッティアって知ってる？知ってます。タイの麺料理ですよね。そう、タイの麺料理クイッティアが美味しいお店がある。そう、有名なところが、うん、ここを左に曲がったところにあるらしいです。え、この先に有名なクイッティアのお店があるらしいです。ちょっとロイロイロイって別語だよね。あ、間違った。惜しい。そう、覚えられないのよこれ。なんかさっきは全部惜しい気がする。かわいい。でもこの小道みたい。ほんと、皆さん、キヤをおすすめしてたクイッティアやってない？嘘。そんなことある？こちらのお店は Google の評価が高く、すぐに売り切れになってしまうようですよ。バニーが好よ。はい、あ、バニーが好よ。あ、今日はならば今日お休み。いや、トバンキュとネミネのもの。あー、ティニアというミネのもの。おしい、今日酔っ払ったら明日も。嘘でしょ。絶対言えなきゃ。絶対言えなきゃ。
兄ちゃんもう一個あるんだよね。あ、もう一個あるの。反対側、川を渡るみたいです。あ、うん、あ、川を渡ったところにもお店があるんだ。来た来た、あれ休み、え、嘘。え、待って、今ね、ちょっとね、耳を疑うような言葉が聞こえた。また休み、休みって聞こえたけど。休みは、うん、え、中国の、うん、そうなんだ。近いと休む、近いから休む。え、中国の定休日だからじゃなくて、近いから休 から休む。こちらのお店は、太めの米粉麺がくるくると丸まったクイジャップというタイラーメンが有名な人気店。川沿いから景色を見ながらタイ料理を堪能できるので、とてもおすすめです。残念ながら本日はお休みということで、どこのクイッティアオのお店もお休みでしたということで、入り口にあるこちらのお店に戻ってきました。ほら、ここもさ、すごい雰囲気がいいのね。この小窓もさ、カラフルで可愛いし、川沿いをね、こうやってご飯楽しめるのっていいよね。ちなみにメニューはこんな感じです。なんでも面白い。やっぱ観光客の人にもいいようにね、多分できてるんだろうね。さあ、来ました、トムヤムラーメン。トムヤムクンの中に麺が入ってる、タイ人が好きなメニューだよね。このお店一番のおすすめのメニューです。海鮮がいっぱい入ってて、すごい豪華なの。卵も入ってますね。え、嬉しいよね。卵潰します。おお、いい感じじゃない。ちょっとこれ、ほら、ここでグツグツ言いながら、これめちゃくちゃ美味しそうです。美味しそうじゃん。うんうん、すごいスープが染み込んでて美味しいです。ねえ、ね、思ったより辛くないよね。辛くない。見た目すごい辛そうなのに、うんうんうん、辛くない。へえ、辛く、全然辛くないね。え、これ日本人でも大丈夫だね。全然いけます。このスープ美味しいね。やっぱこうエビとか貝とか、やっぱ出汁がすごい出てるんだろうね。深みがあって美味しい。川を眺めながらエビいただきます。ほんと、エビね、プリプリして美味しいね。うん、もうスープにすごい合うね。うん、やっぱタイのエビって美味しいよね。美味しい。トムヤムクンのクンはエビだよね。あ、そうなんだ、知らなかったです。うん、美味しい。さあ、美味しいご飯も食べてお腹いっぱいになりました。ねえ、今日楽しかったね。どれが一番楽しかった？あの、これ作るの？作るだけじゃなくて、うん、その風情を味わう感じ、レトロな感じが楽しかったです。本当雰囲気良かったよね。時間があれば船に乗ってちょっとこの辺り散策してもいいし、このレトロな雰囲気を味わう散策だけでも楽しいし、作るのもいいし、食べるのもいいし、いや、ちょっと一味違った観光が楽しめるんじゃないでしょうか。大満足です。大満足です。